俺たちのジャパンへようこそ。2021年2月、日本と韓国の大手自動車メーカーにまつわる2つの交通事故がありました。その大手自動車メーカーとはトヨタとヒュンダイ。2つの交通事故に対する評価やコメントは明暗分かれる結果となりました。今回は現地に住むアメリカ人男性が当時のリアルな状況を語ってくれます。今回俺はついに自分の力で愛車を手に入れた。俺はアメリカの商社で働いている。社会人2年目で部署ではまだまだ下っ端だ。だけど社会人になるとやっぱり学生時代とは月収が違う。俺はもともと親父に譲ってもらったオンボロ車を使っていたんだが、ついに貯金で新車を買うと決意したんだ。だけど決して安い買い物じゃない。どのメーカーのどの車種を買うかとても悩んだよ。俺が目をつけたのは韓国のヒュンダイだ。シェアをどんどん増やして今では日本メーカーに迫る勢いだった。まさに最先端を行くブランドっていうイメージがあるんだ。ヒュンダイのカタログを取り寄せたのがちょうど2021年2月の初旬。その後アメリカでは2つの大きな交通事故があった。2月11日のテキサス州での玉突き事故と2月23日のタイガーウッズの交通事故だ。アメリカでは大ニュースだったけど、他国の人は知らないかもしれないな。特に玉突き事故の方は。この2つの事故と事故に寄せられた様々なコメントを見て、俺はヒュンダイ社ではなくトヨタ社のオーナーになったんだ。詳しく聞いてほしい。まずは2月11日の玉突き事故だ。路面凍結によるスリップが原因で130台以上を巻き込む玉突き事故が起こったんだ。俺もテキサス州在住だから普段使っている高速道路での大事故には驚いたよ。実は友人も一人事故に巻き込まれていた。軽傷で済んだけどね。そしてこの事故におけるヒーローがトレー・マクダニエルさん。事故当時トヨタ FJ クルーザーで通勤途中だった救命救急士だ。前の車がブレーキを踏んだのを見て彼もまたブレーキを踏んだ。しかし他の車と同様にスリップ。コントロールを失ったところに大型のトレーラーが突っ込んだんだ。当然トレーマクダニエルさんと愛車は吹っ飛んだ。トヨタ FJ クルーザーは無残なほど大破。しかしトレーマクダニエルさんは一命を取り留めたんだ。運転席の窓から入れた彼が見たのはぶつかり合って重なる車の山。彼自身も事故で怪我をしショックを受けていた。だけどトレーマクダニエルさんは救命救急士として救助活動を始めたんだ。そのテキパキとした働きぶりには駆けつけた救急隊も事故の被害者だとは気づかなかったらしい。しかし現場にいた彼の迅速な措置のおかげで助かった人がいるのは言うまでもない。トレーマクダニエルさんは後日 SNS にこの体験を投稿。トヨタの車が僕の命を救った。この投稿を見ただけで俺の中でトヨタの株が上がったよ。しかもこの投稿に対して信じられない返信があったんだ。それはアメリカのトヨタからの返信だ。あなたが困っている人を助けるために行動したことに敬意を表します。トヨタ社のオーナーでいらっしゃることを光栄に思います。壊れた車の心配をする必要はございません。新しい車をご用意させていただきます。トレーマクダニエルさんの救助活動を称賛して新しい車を無償で提供するって言うんだ。信じられるか。残念ながらトレーマクダニエルさんの愛車 FJ クルーザーは販売終了。代わりとして同じ SUV のフォーランナーの特別使用車が送られることになったんだ。俺はこの一連の出来事をリアルタイムで見ていたから胸がドキドキしたよ。俺もトヨタ車を買ってトヨタファミリーに入りたいって思ったんだ。だけどまだヒュンダイ車に惹かれる気持ちもあった。そしてもう一つの事件は2月23日に起こった。トレーマクダニエルさんへの新車贈呈式の2日前だ。プロゴルファーのタイガーウッズは交通事故で脚部を骨折する重傷を負った。乗っていたのはヒュンダイの GV80。 これはタイガーウッズが参加する予定だったゴルフ大会の主催者側が用意したものだ。
事故現場は下り坂でカーブ区間が多く、もともと事故の多い場所だった。カーブを曲がりきれなかったタイガー・ウッズは中央分離帯に突っ込み、それでも止まらず木に衝突。何回も回転して転落したらしい。 GV80 は大破。それでも彼が助かったのは本当に喜ばしいことだ。ヒュンダイ車の購入を考えている俺としてもホッとしたよ。この一件で GV80 の安全性能が高く評価されるかと思いきや、この事故に対する評価は真っ二つに分かれた。車のおかげで助かった派と、車のせいで事故が起こった派だ。警察や週刊誌はヒュンダイの性能を称賛した。搭載されていた10個のエアバッグや頑丈なフレームのおかげだってね。それに GV80 はヒュンダイ車の中でも高級ライン。最高性能の安全システムが搭載されているのも売りだった。しかしインターネット上には厳しい意見が寄せられていたんだ。最高性能の安全システムが搭載されているのに事故は起こるのか。ウッズは普段通り運転していたのにヒュンダイ車だからひっくり返ったってことでしょ。異常なスピードが出ていたのは車のクルーズコントロール、自動的に加減速する機能のせいでは。俺は驚いたよ。どうしてみんなこんなに厳しいんだってね。そしていろいろと調べていくうちにヒュンダイ車の急加速暴走事故について知ったんだ。運転中に突然車のスピードが上昇して止められなくなるらしい。ドライブレコーダーに残された衝撃的な動画を見て背筋が震えたよ。タイガー・ウッズの事故の原因は今もはっきりしていない。確かに彼は制限速度45マイル約 72km の道路を時速84から87マイル約 135km から 140km で走っていたらしい。ただそれが彼自身のせいなのか車のせいなのかはわからないんだ。だから俺もヒュンダイ車は悪くないとか逆にヒュンダイ車のせいだなんて言うつもりはない。だけどコメントを読んでヒュンダイ車は多くの人から信頼されていないってことを痛感したんだ。もしウッズが持っていたのがトヨタ車なら誰もこんなことは言わなかったんじゃないかってね。きっとプロゴルファーの命を救った素晴らしい車として満場一致で称賛されていたと思うんだ。俺の心は決まった。俺は今トヨタのフォーランナーのオーナーだ。そう、トレイ・マクダニエルさんに送られたものと同じものだよ。同じことを考えている人がいたのか、もともと人気なのか、手に入れるまで時間がかかってしまったけどね。だけどそれだけの価値がある最高の車だ。悪路や未舗装路も難なく走ってくれるよ。アメリカのトヨタの小川哲夫 CEO は贈呈式でトレイ・マクダニエルさんにこう言った。テキサスが大寒波に見舞われる中、とても心温まる行動でした。トヨタが大事にしてきた人へのリスペクトや思いやりという価値観を体現してくださり、心より感謝申し上げます。この言葉を思い出すたびに俺も気持ちが引き締まる。トヨタ社のオーナーとしてリスペクトや思いやりを大切にしていきたい。大げさに聞こえるかもしれないけど、素晴らしい車に見合う人生を生きたいって思うんだ。もし車選びに悩んでいる人がいたら、ぜひこの2つの交通事故について知っておいてほしいな。そしてもし迷っているなら日本メーカーを選べばいい。絶対に後悔はしないよ。玉突き事故と単独事故という違いはあるけど、ヒュンダイ車への不信感が現れた出来事だったと思うよ。玉突き事故があったのは知っていたけど、トヨタがこんなにクールな対応をしてくれていたなんて。トヨタ車のオーナーになりたいと思うのも当然ね。韓国車の自動運転機能にはまだまだ問題がありそうだ。車が勝手に加速していくなんて想像するだけでも怖いよ。ドライバーのせいか車のせいか言い出したらキリがない。トヨタとヒュンダイの評価が分かれたのは日頃の信頼の積み重ねだろうな。今回はトレイ・マクダニエルさんに送られたフォーランナーについてご紹介。実はこの車、日本国内でもハイラックスサーフとして販売されていました。しかし2009年8月に販売終了。それでも北米では未だに販売され続けている人気車種なんです。フォーランナーの魅力はタフさと悪路の走破性です。 J
砂利の坂道や凸凹の激しい道を難なく乗り越えていきます。その走りっぷりを動画で見たら思わず欲しくなること間違いなし。事故のヒーローに贈られたのも納得できる素晴らしい車ですよ。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。ジャパンへようこそ。皆さんは仕事をするときに大切にしていることはありますか？迅速で丁寧な仕事、上司や同僚との円滑なコミュニケーション、どれも大切なことですが、人によって重点を置いているポイントは違いますよね。今回は同僚とは少しだけ価値基準が異なっているある中国人男性のお話です。僕は中国の上海の出身、ソフトウェア開発の会社で働いている。働き始めてもう10年くらいかな。そろそろベテラン社員になろうとしているよ。同じ会社の社員からは僕は少しというかかなり変人扱いされているんだ。同僚や後輩社員は僕と仕事をすると聞くとちょっと顔をしかめるくらい。でも僕はあまりというか全く気にしてないんだ。お客さんは僕を指名して仕事を頼んでくれるし、結果は出しているからね。僕がどう変わっているかって？それはスピードと同様、いやそれ以上に商品の品質にこだわるところさ。どんなに仕事が早くても手抜きは一切許さないし、妥協しない。それでいて納期遅れは絶対に許さない。なんだ普通じゃないかと思ったかな。でも中国ではそれはあまり一般的なことではないんだよ。中国人は基本的に良くも悪くも結果重視な人が多いんだ。大雑把に言うと納期に間に合えば多少荒が目立ったとしても気にしないということだね。でも僕は納期に間に合えばそれでいいとは思わない。納期に間に合うのは当たり前、大事なのは与えられた時間にいかに品質の高い商品を作り出すかということだ。実を言うと僕も初めからそんな考えで仕事をしていたわけじゃない。勤め始めた頃は僕自身いかに早く仕事を終わらせるかばかり考えて仕事をしていた。納期に間に合えば及第点で構わないと思っていたんだ。そんな僕を変えたのは今から数年前日本で遭遇したある出来事だった。今からその話をしよう。その日僕は日本のある企業との打ち合わせで福岡に出張に来ていたんだ。滞在期間は2週間を予定していた。僕が出張で日本に来たのはそれが初めてではなかった。福岡にも何度か来たことがあったよ。仕事でもプライベートでもね。実は妻との新婚旅行も日本の九州地方だった。福岡は何度来ても魅力的な都市だと思う。特に博多は交通のアクセスもいいし、ショッピングもグルメも楽しめる。キャナルシティ博多で妻へのお土産を物色したり、屋台で美味しいラーメンを食べたり、そういう面では2週間の滞在は全く苦にならなかったよ。その一方で仕事の方は快適とは言えなかった。出張で日本に来るといつもそうなんだけど、同じようなことを話し合ってばかりで指示も細かいし全然進まない。こんなどうでもいいことをいつまで話し合っているんだと思ってイライラしてしまっていた。そんな時にその事故は起こったんだ。日本に来て4日目の朝だった。僕は何気なくつけたテレビの映像を見て、なんだこれはと叫んでしまった。それは僕が昨日も利用した博多駅前の朝の風景だった。でも僕の記憶にある博多駅前の姿とはあまりにも違う。テレビ画面に映っていたのは博多駅前の交差点にたっぷりと水が溜まった巨大な穴が出現している衝撃的な光景だったんだ。とはいえ驚きはしたけれど、道路の陥没なんてそこまで驚くようなことじゃない。
中国でも漏水などで道路が陥没することがあるからね。中国ならこの程度の穴3週間もあれば余裕で直せるなと思ったよ。何せ中国の技術はスピードが命だからね。慎重で融通が効かない日本人は今もどうやって埋めようかとか、作業員の確保とか、復旧に使う予算とか、大好きな会議室に集まってお話ししてるんだろうなと思うと妙に笑えてしまったよ。一つの事柄を決めるのに何週間もかけて、その間道に開いた大きな穴でさえ目に入らなくなっているんだろうなってね。僕は取引先の人間たちとのグダグダした会議の様子と重ね合わせて苦笑いしてしまった。あの穴を埋めるにはきっと2ヶ月以上はかかるんだろうな。この程度の仕事すらなかなか進まないのだから。ゆっくりゆっくり進んでいく会議の席で静かにコーヒーを飲みながら僕はそんなことを考えていたんだ。しかしその1週間後、僕の予想は裏切られた。少しずつ進み始めて終わりが見えてきた会議の帰り道、タクシーでホテルに向かっていると、タクシーが博多駅の方向に向かっていることに気がついたんだ。僕は思わず運転手に声をかけた。この先の道は通行止めじゃないですか？ほら、1週間前に大きな事故があったでしょ？って。すると運転手はこう返したんだ。ああ、あれは驚きましたね。でももう通れるようになってますよ。って。僕はそれを聞いて正直聞き間違いじゃないかと思った。むしろそうであってくれと思ったよ。だってそうだろう。たまたま拾ったタクシーの運転手の気が触れていたなんて最悪以外の何者でもない。事故を起こされる前に降ろしてもらった方がいいかもしれない。僕がそんなことを考えている間にもどんどんタクシーは進んでいく。そしてついに博多駅前の交差点に着いてしまった。目の前の光景に僕は思わず、どういうことだ？と声を上げてしまったんだ。目の前に広がっていたのは事故が起きる前とほとんど同じ博多駅前の交差点の風景だった。一瞬違う道じゃないかと思ったけど、間違いなくテレビの映像に映っていたあの交差点と同じ場所だった。その証拠に穴が開いていた場所の道路の色が明らかに周囲と違っている。これほどの作業をたった1週間で終えてしまったなんて、僕は驚愕してしまった。僕はホテルに戻ると急いでどのようにしてこの奇跡のような作業が行われてたのかを調べてみたんだ。すると驚くべきことが分かった。今回の事故では行政の号令の下で工事関係者が総力を集結させて昼夜問わず工事を進めた結果、わずか1週間で復旧工事が完了したのだそうだ。陥没した地面の中には映像で見てもはっきりわかるほどの水が溜まっていた。埋め戻し作業をするためには水を抜きたいところだが、それだと周りの土砂が崩れる恐れがある。そこで彼らは水の中でも短時間で固まる特殊な土砂である流動化処理土という特殊な土砂を使うことにしたんだ。そして迅速にその特殊な素材を確保した。さらに驚いたのが、これだけの大規模な事故だったのに工事関係者の迅速な判断のおかげで直接の死傷者が一人も出なかったというんだ。これだけの作業と判断、そして行政と業者間の連携をこんな短期間で終えてしまうなんて、しかも死傷者を出すことなく、僕は信じられない気持ちでいっぱいだった。翌日、僕は会議の休憩時間に取引先の人にこの事故の話をしてみたんだ。こんなにも早くあんなに大きな陥没事故を復旧させるなんて驚きました。って。すると日本人の彼は何でもないように笑って、いや、そんなに驚くようなことじゃないですよ。ようやく通れるようになってよかったです、と言ったんだ。僕は驚いてポカンと口を開けてしまったよ。そんな軽い世間話になってしまうほど日本では当たり前の話なのかってね。まだ納得できずにいる僕に気づいた彼は、日本にはずっと自然災害と戦ってきた歴史があること、被害を最小限にするための技術や研究がずっと続けられてきていることを丁寧に教えてくれた。東日本大震災の復旧工事の話も例に挙げてね。
そして彼の話を聞くうちに僕は気がついたんだ。今行われている会議でも彼らはこの先に起こりうるリスクや利用者の立場や状況を考えて慎重に話し合いを進めているということに。ただ製品を完成させることを目的にしているのではなく、より良いものをいかに効率的に無駄がない作業工程で完成させられるか、それを考えるために僕らはこうして何時間も話し合いを重ねていたのだということにね。事故の復旧作業も一日も早く人々の生活が元に戻るように、そしてその後の安全性まで考えて話し合いが行われ、効率的に作業が進められた。その結果として驚異的な速さで終わらせることができたんだ。道路の色さえ変わっていなかったらそこで事故が起きたこともわからないくらいの完璧な仕上がりでね。中国では完成までのスピードが重視される傾向はあるけど、完成品の質にまでこだわることはあまりない。その証拠に中国の道路はひび割れていたりデコボコしていることも珍しくないんだ。しかし日本は質の高いものを驚くような速さで作り上げてしまう。僕はその技術とそれを当然のものと思っている日本人にただただ敬服するばかりだった。それから僕は必死になって自分の仕事を勉強し直したんだ。自分の作業を分析していかに効率的に迅速に質の高いものを生み出せるかってね。そうしてそれを突き詰めた結果、今現在変わり者の僕がいるってわけだ。同じ時間をかけるならより良いものを作った方がいいって君もそう思うだろう。なかなか進まない会議ってイライラするよね。この映像僕もネットで何度も見た。絶対フェイクだと思ってたけど現実の話なんだな。日本人の仕事は早くて正確、私の国では2年以上はかかるわね。早いのもそうだけど、これだけの事故で直接の死傷者が一人も出ていないというのは奇跡だと思う。博多駅前の陥没事故は日本人にとっても衝撃的な事故でしたが、中国人の彼にとっては人生を変えてしまうほどの出来事になったようです。博多駅前陥没事故は2016年11月8日に福岡県福岡市博多区の博多駅前2丁目交差点付近で発生しました。大規模な地盤崩落事故だったにもかかわらず、積極的な情報発信や対応により直接の犠牲者が一人も出なかったこと、そして昼夜問わず行われた作業により復旧工事がわずか1週間で完了したことで海外のメディアにも注目されました。どんなに気をつけていても事故は起きる時には起きてしまうものです。大切なのは事故が起きてしまった時に適切な対応を取ることができるかどうかです。非常事態に適切に対応できるように普段から意識しておきたいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは仕事をするときに大切にしていることはありますか？迅速で丁寧な仕事、上司や同僚との円滑なコミュニケーション、どれも大切なことですが、人によって重点を置いているポイントは違いますよね。今回は同僚とは少しだけ価値基準が異なっているある中国人男性のお話です。僕は中国の上海の出身、ソフトウェア開発の会社で働いている。働き始めてもう10年くらいかな。そろそろベテラン社員になろうとしているよ。同じ会社の社員からは僕は少しというかかなり変人扱いされているんだ。同僚や後輩社員は僕と仕事をすると聞くとちょっと顔をしかめるくらい。でも僕はあまりというか全く気にしてないんだ。お客さんは僕を指名して仕事を頼んでくれるし、結果は出しているからね。僕がどう変わっているかって？それはスピードと同様、
いやそれ以上に商品の品質にこだわるところさ。どんなに仕事が早くても手抜きは一切許さないし妥協しない。それでいて納期遅れは絶対に許さない。なんだ普通じゃないかと思ったかな。でも中国ではそれはあまり一般的なことではないんだよ。中国人は基本的に良くも悪くも結果重視な人が多いんだ。大雑把に言うと納期に間に合えば多少アラが目立ったとしても気にしないということだね。でも僕は納期に間に合えばそれでいいとは思わない。納期に間に合うのは当たり前。大事なのは与えられた時間にいかに品質の高い商品を作り出すかということだ。実を言うと僕も初めからそんな考えで仕事をしていたわけじゃない。勤め始めた頃は僕自身いかに早く仕事を終わらせるかばかり考えて仕事をしていた。納期に間に合えば旧大店で構わないと思っていたんだ。そんな僕を変えたのは今から数年前日本で遭遇したある出来事だった。今からその話をしよう。その日僕は日本のある企業との打ち合わせで福岡に出張に来ていたんだ。滞在期間は2週間を予定していた。僕が出張で日本に来たのはそれが初めてではなかった。福岡にも何度か来たことがあったよ。仕事でもプライベートでもね。実は妻との新婚旅行も日本の九州地方だった。福岡は何度来ても魅力的な都市だと思う。特に博多は交通のアクセスもいいしショッピングもグルメも楽しめる。キャナルシティ博多で妻へのお土産を物色したり屋台で美味しいラーメンを食べたり、そういう面では2週間の滞在は全く苦にならなかったよ。その一方で仕事の方は快適とは言えなかった。出張で日本に来るといつもそうなんだけど、同じようなことを話し合ってばかりで指示も細かいし全然進まない。こんなどうでもいいことをいつまで話し合っているんだと思ってイライラしてしまっていた。そんな時にその事故は起こったんだ。日本に来て4日目の朝だった。僕は何気なくつけたテレビの映像を見て、なんだこれはと叫んでしまった。それは僕が昨日も利用した博多駅前の朝の風景だった。でも僕の記憶にある博多駅前の姿とはあまりにも違う。テレビ画面に映っていたのは博多駅前の交差点にたっぷりと水が溜まった巨大な穴が出現している衝撃的な光景だったんだ。とはいえ驚きはしたけれど、道路の陥没なんてそこまで驚くようなことじゃない。中国でも漏水なので道路が陥没することがあるからね。中国ならこの程度の穴3週間もあれば余裕で直せるなと思ったよ。何せ中国の技術はスピードが命だからね。慎重で融通が効かない日本人は今もどうやって埋めようかとか、作業員の確保とか復旧に使う予算とか、大好きな会議室に集まってお話ししてるんだろうなと思うと妙に笑えてしまったよ。一つの事柄を決めるのに何週間もかけて、その間道に開いた大きな穴でさえ目に入らなくなっているんだろうなってね。僕は取引先の人間たちとのグダグダした会議の様子と重ね合わせて苦笑いしてしまった。あの穴を埋めるにはきっと2ヶ月以上はかかるんだろうな。この程度の仕事すらなかなか進まないのだから。ゆっくりゆっくり進んでいく会議の席で静かにコーヒーを飲みながら僕はそんなことを考えていたんだ。しかしその1週間後、僕の予想は裏切られた。少しずつ進み始めて終わりが見えてきた会議の帰り道、タクシーでホテルに向かっていると、タクシーが博多駅の方向に向かっていることに気がついたんだ。僕は思わず運転手に声をかけた。この先の道は通行止めじゃないですか？ほら、1週間前に大きな事故があったでしょ？って、すると運転手はこう返したんだ。ああ、あれは驚きましたね。でも、もう通れるようになってますよ。って、僕はそれを聞いて、正直、聞き間違いじゃないかと思った。むしろ、そうであってくれと思ったよ。だって、そうだろう？たまたま拾ったタクシーの運転手の気が触れていたなんて最悪以外の何者でもない。事故を起こされる前に降ろしてもらった方がいいかもしれない。
僕がそんなことを考えている間にもどんどんタクシーは進んでいく。そしてついに博多駅前の交差点に着いてしまった。目の前の光景に僕は思わず、どういうことだと声を上げてしまったんだ。目の前に広がっていたのは、事故が起きる前とほとんど同じ博多駅前の交差点の風景だった。一瞬違う道じゃないかと思ったけど、間違いなくテレビの映像に映っていたあの交差点と同じ場所だった。その証拠に穴が開いていた場所の道路の色が明らかに周囲と違っている。これほどの作業をたった1週間で終えてしまったなんて、僕は驚愕してしまった。僕はホテルに戻ると、急いでどのようにしてこの奇跡のような作業が行われてたのかを調べてみたんだ。すると驚くべきことが分かった。今回の事故では行政の号令の下で工事関係者が総力を集結させて昼夜問わず工事を進めた結果、わずか1週間で復旧工事が完了したのだそうだ。陥没した地面の中には映像で見てもはっきりわかるほどの水が溜まっていた。埋め戻し作業をするためには水を抜きたいところだが、それだと周りの土砂が崩れる恐れがある。そこで彼らは水の中でも短時間で固まる特殊な土砂である流動化処理土という特殊な土砂を使うことにしたんだ。そして迅速にその特殊な素材を確保した。さらに驚いたのが、これだけの大規模な事故だったのに、工事関係者の迅速な判断のおかげで直接の死傷者が一人も出なかったというんだ。これだけの作業と判断、そして行政と業者間の連携をこんな短期間で終えてしまうなんて、しかも死傷者を出すことなく、僕は信じられない気持ちでいっぱいだった。翌日、僕は会議の休憩時間に取引先の人にこの事故の話をしてみたんだ。こんなにも早くあんなに大きな陥没事故を復旧させるなんて驚きましたって。すると日本人の彼は何でもないように笑って、いや、そんなに驚くようなことじゃないですよ、ようやく通れるようになってよかったですと言ったんだ。僕は驚いてポカンと口を開けてしまったよ。そんな軽い世間話になってしまうほど日本では当たり前の話なのかってね。まだ納得できずにいる僕に気づいた彼は、日本にはずっと自然災害と戦ってきた歴史があること、被害を最小限にするための技術や研究がずっと続けられてきていることを丁寧に教えてくれた。東日本大震災の復旧工事の話も例に挙げてね。そして彼の話を聞くうちに僕は気がついたんだ。今行われている会議でも彼らはこの先に起こりうるリスクや利用者の立場や状況を考えて慎重に話し合いを進めているということに。ただ製品を完成させることを目的にしているのではなく、より良いものをいかに効率的に無駄がない作業工程で完成させられるか、それを考えるために僕らはこうして何時間も話し合いを重ねていたのだということにね。事故の復旧作業も一日も早く人々の生活が元に戻るように、そしてその後の安全性まで考えて話し合いが行われ、効率的に作業が進められた。その結果として驚異的な速さで終わらせることができたんだ。道路の色さえ変わっていなかったら、そこで事故が起きたこともわからないくらいの完璧な仕上がりでね。中国では完成までのスピードが重視される傾向はあるけど、完成品の質にまでこだわることはあまりない。その証拠に中国の道路はひび割れていたりデコボコしていることも珍しくないんだ。しかし日本は質の高いものを驚くような速さで作り上げてしまう。僕はその技術とそれを当然のものと思っている日本人にただただ敬服するばかりだった。それから僕は必死になって自分の仕事を勉強し直したんだ。自分の作業を分析していかに効率的に迅速に質の高いものを生み出せるかってね。そうしてそれを突き詰めた結果、今現在変わり者の僕がいるってわけだ。同じ時間をかけるならより良いものを作った方がいいって君もそう思うだろう。なかなか進まない会議ってイライラするよね。
この映像、僕もネットで何度も見た。絶対フェイクだと思ってたけど、現実の話なんだな。日本人の仕事は早くて正確、私の国では2年以上はかかるわね。早いのもそうだけど、これだけの事故で直接の死傷者が一人も出ていないというのは奇跡だと思う。博多駅前の陥没事故は日本人にとっても衝撃的な事故でしたが、中国人の彼にとっては人生を変えてしまうほどの出来事になったようです。博多駅前陥没事故は2016年11月8日に福岡県福岡市博多区の博多駅前2丁目交差点付近で発生しました。大規模な地盤崩落事故だったにもかかわらず、積極的な情報発信や対応により直接の犠牲者が一人も出なかったこと、そして昼夜問わず行われた作業により復旧工事がわずか1週間で完了したことで、海外のメディアにも注目されました。どんなに気をつけていても事故は起きる時には起きてしまうものです。大切なのは事故が起きてしまった時に適切な対応を取ることができるかどうかです。非常事態に適切に対応できるように普段から意識しておきたいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。俺たちのジャパンへようこそ。国内外を問わず私たちをあっという間に目的地まで連れて行ってくれる飛行機、利用したことがある人も多いと思います。とても便利な飛行機ですが、残念ながら過去には悲惨な墜落事故も何度かありました。人間が自力で飛ぶことのできない高い上空を運航しているので、衝撃が強く逃げ場がないため大惨事になってしまうのでしょう。今回は2002年に韓国で起きた中国機墜落事故についてのエピソードをご紹介します。事故が起きるとまず責任や原因をはっきりさせて再発防止を徹底するものですが、その居所に関して揉めてしまって、どうぞ最後までご覧ください。僕はアメリカ人のマイク。小さい頃から飛行機が大好きで、大学生になり自分専用のパソコンを購入してからは毎日のように飛行機の映像を見たり調べ物をしたりしているよ。将来は飛行機に携われる仕事ができたらいいななんて思っているけど、どんなに大好きでもパイロットになるのは恐ろしいと思ってしまうほど悲惨な事故を見つけたから、今日はその話をしていくよ。その事故というのが2002年4月15日に起きた中国国際航空129便墜落事故だ。事故当時僕はまだ小さな子供だったからよく覚えていないんだけど、アメリカでもかなり話題になったそうだ。中国国際航空129便はその日、北京首都国際空港を出発し、韓国プサンにあるキメ国際空港へ向かっていた。航空会社の名前が中国なのもあって紛らわしいけど、中国から韓国への国際線だったんだね。離陸は帝国から約17分遅れていたものの、飛行機に乗った経験がある人ならわかると思うけど、全然よくある範疇の遅れ。運航は順調に行われていたみたいだ。そして問題が起きたのは目的地であるキメ国際空港の上空に到着してからのこと。乗客の立場になってみれば、空港の上空まで来たらもう無事に到着すると疑わないと思う。僕もやっと着いた、降りたら何しようかななんて安心するくらいだから。まさか降りる場所が見えてから悲惨な事故が起こるだなんて当時誰も思っていなかったんだろうな。中国国際航空129便は着陸時、規定とは違う不自然な旋回を行った末、空港すぐ近くにある山に墜落。その結果、乗員乗客合わせて166名のうち129人が死亡、35名が怪我を負う悲惨な事故になったそうだ。と、
ここまでは今までの人生で聞いたことのある事故だった。飛行機が好きで、大学生になってからは友達と旅行に行く機会も多い僕。飛行機に乗る機会は一般的に見て多い方だと思うから、もし自分の身に起きたらと想像して怖くなったこともあったよ。だけど今回より詳しく調べてみて分かったのが、責任の所在がいまいちはっきりしていないことだ。物事の大小に関わらず、何か事件が起きたらその原因を探り、再発しないように改善していくのが自然な流れだと思う。特にこの中国国際航空129便墜落事故のようにたくさんの被害者を出しているなら、なおさらはっきりさせて改善してほしい。出ないと怖くて飛行機に乗れなくなってしまうからね。だけどこの事故の原因、いわば責任がどこにあるのかを、航空会社元である中国側と着陸航空側である韓国側とでなすりつけ合っているというから驚いた。責任がどちらかになるかによって、お金とか立場とか難しい問題があるのかもしれないけど、飛行機を今後利用していく一般客側としては、どちらでもいいからしっかり改善して安全に使えるようにしてよというのが本音ではないだろうか。でも詳しくこの事故について調べていくと、中国側そして韓国側どちらの主張も何らおかしくはなく、うなずけるからさらに難しい。じゃあここからは事故の詳しい経緯と両国の主張について僕なりにまとめていこうと思う。まず韓国側の主張は、中国国際航空129便に搭乗していた機長らを含む航空会社に責任があると主張している。この便に搭乗していた機長は当時31歳と、パイロットとしてかなりの若手の人物だったそうだ。機長の年齢に重要な仕事だからこそ、操縦ができるようになったからといって若いうちからすぐ任されることはないんだとか。4年生大学を卒業し、しっかりと操縦について学んだ後、副操縦士として10年以上は経験を積む必要はあるらしい。それを終えてやっと機長として独り立ちできるので、自然と年齢は30代後半になるものらしい。だから30歳そこそこで機長というのは、韓国人からしたら経験不足で操縦技術が未熟だったんじゃないのかと思っても仕方ないのかもしれない。でもこれに関して中国国際空港では、高校卒業後大学ではなく飛行機操縦のための学校を設けているらしい。そのため高校から大学、大学から操縦の勉強をしなければならない韓国に比べて、高校から操縦の勉強と期間を短縮できるため、独り立ちの年齢も早いんだと主張しているみたいだ。きちんと操縦について学べているのなら、中国みたいに早く機長になれてもいいと思う。でも今回のような事故が起きてしまったら、反論されるのはある程度仕方ないのかもしれない。中国側には、操縦士学校での教育が十分なのかどうか、もう一度見直してみてほしいね。それから、中国国際航空129便の機長の経験不足が指摘されたのは、何も年齢の問題だけではなかったみたいだ。機長は運よく生き残ることができたんだけど、回復後の取材でもはっきりと当時の状況を語ってくれなかったらしい。そのため事故当時の状況や原因については、後から見つかったフライトレコーダーによって判明したものが多いそう。そのフライトレコーダーには、中国国際空港のずさんな対応が見え隠れしていた。まず中国国際航空129便の機長は、機長になって1年未満の新人だったそうで、着陸する決め空港へのフライトはまだ5回目のことだったという。誰でも最初は新人だから、この点には何も問題ないと思う。でも何が問題なのかって、機長と副操縦士2名は前日になって突然中国国際航空129便への搭乗を命じられたらしいんだ。これには驚いたよ。国際線で海外へ行くのに直前になってフライトが変わるなんてことありえるのか。僕は一大学生だから、
パイロットの仕事の仕方なんてよくわからないけど、調べてみてもやっぱり直前のフライト変更は問題だと言っている人が多かったと思う。滑走路の状況や着陸方法は空港によっても全然違うし、経験値の低い若手の機長にそういう対応をするのはやっぱり中国国際空港の責任は大きいんじゃないかと思ったよ。じゃあ次に中国側の主張について。中国側は着陸に必要な正しい指示ができてなかった着陸空港の管制官に責任があると主張している。通常飛行機は着陸のタイミングが近づくと高度を落とす前に現地の天候や風向きなどを管制官から聞くんだそうだ。風が強かったり雨が降っていたりしたら、そうではない時と比べて違った操作があるのかもしれない。あれだけ重い機体を飛ばしているんだから、きっと綿密な操作が必要なんじゃないかな。だけどその日、管制官から正しい天候情報が伝えられなかった記録がフライトレコーダーに残っていたらしい。あれ？雨が降っている、聞いていないぞ、と言った機長の声がその証拠だ。とはいえそのタイミングで着陸をやめようという判断までは至らなかったそうで、高度を落とすにつれ空港上空の天候が極端に悪く、霧がかかり視界がかなり悪いことが判明していく。本当ならこの時点で着陸を中止すれば悲惨な事故は起きなかったんだろう。だけどこの日、コックピットと管制官は共に着陸続行を選択した。機長らと管制官は高度を落としてもいいか、どこの滑走路を利用するかなどこまめに通信を行っていたようだ。中国側は後にこの時の管制官の指示が間違っていたことが事故の直接的原因になったとしている。何でも飛行機は機体によって適正の高度が決まっているそうで、中国国際航空129便はこの時通常より低い高度を指示されていたという。ここまで韓国側と中国側の主張を見てきたけど、正直どちらだけが悪いということはないのが僕の感想だ。それぞれに原因があって、それが合わさって悲惨な事故が起きてしまった。責任はどちらにあるかとなすりつけ合わずに、自分たちの改善すべきところを真摯に受け止めて対策していってほしい。心からそう思うよ。そうだ、この中国国際航空129便に関して最終的な墜落のきっかけはパイロットミスだと言われている。ここまで話してきた航空会社や管制官の対応も含め、人間が生み出してしまったミスというわけだ。災害とかどうしようもないものではなく、自分たちと同じ人間が起こした事故だから、人々はなおさら批判の声を向けたくなるのかもしれない。でも僕は思ったんだ。中国国際航空129便に搭乗したパイロットは確かに未熟な点があったのかもしれない。だけど人事ではなく、自分たちもその機体に乗っていて墜落するかもしれないという恐怖の中、最善を尽くしたんじゃないかと思う。後から見つかったフライトレコーダーにはこんなやり取りも残されていたそうだ。私が操縦します。最初にそう言ったのは副操縦士だった。どの段階かは定かではないけど、天候が悪く視界不良、風の影響で機体が安定しなかったんだろう。通常は自動運転なのを自ら運転し、どうにか飛行機が安全に着陸しないかと奮闘した。その後に運転を交代した機長はこの日、着陸のために必要とされていた旋回着陸を行ったことがなかった。通常は直進で着陸できたはずだったが、悪天候でイレギュラーな着陸を指示されたらしい。元はといえば、イレギュラーでも着陸に必要な技術を持ち合わせていない人を機長にしていいのかという問題でもあるけど、でもその時の機長がそんなことを後悔しても他にできることはなかっただろう。だからその時にできる最善を尽くしたのは彼も同じだったんじゃないかな。その結果、悲惨な事故が起きてしまい、多くの犠牲者が出た。その中には最後まで諦めなかった副操縦士も含まれていた。
犠牲者やその遺族はなかなか許すことのできない事故かもしれない。だけど僕は最後まで戦った彼らのことを忘れたくはないと思ったんだ。飛行機が大好きな僕は飛行機に携わる仕事を夢見ている。でももし僕がこの中国国際航空129便のパイロットだったらどうしていたんだろう。そう想像すると安易な気持ちで夢を見ることはできなくなってしまった。まだその答えは出ていないけど、今は同じような事故が繰り返されないように心から願うこと。飛行機好きなだけの僕にはそれしかできないと思う。私も旅行が好きでよく飛行機に乗るから、墜落事故の話題を見るたびに背筋が凍りつくよ。もう二度と起きないでほしいな。このニュースを見たとき思わず機長を責めてしまったけど、彼らもすごく怖かったんだろうな。これは機長だけの責任じゃないよね。しっかりイレギュラー対応を教えていない会社に問題があると思う。管制官もミスはミスだけど、直接的な事故原因ではないような。まあ飛行機においてミスはあってはいけないんだけど。今回は飛行機墜落事故という大きな問題でしたが、どのような場面でも自分が責任を負うのは辛いですよね。そのためできれば避けたいというのが当然の心理ですが、被害者が一人でも出ている以上は逃げてはいけません。二度と同じ過ちを繰り返さないためにという共通認識があれば、なすりつけ合って責任逃れをするなんて状況はなくなるはずです。一人一人が自分を顧みて糧にできる世の中になるといいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。俺たちのジャパンへようこそ。大きいものから小さいものまで、一つ一つが私たちの生活を確実に便利にしてくれている橋。普段は通れない海の上や山の中も効率よく移動することができるので、なくてはならない存在です。しかしそんな橋に関して、クウェートで恐ろしい事件が起こりました。韓国に受注されて、当時世界最長とも言われた大橋が工事中に？一体何が起きたのか、最後まで見て確かめてみてくださいね。僕の祖国クウェートにはジャベル橋梁という大きな橋がある。この橋は海の上を走っていて、長さは 48.5km で、 55km ある中国の大橋に次ぐ世界2位の長さだ。2019年にこの橋が完成するまで、クウェートの交通はとても不便だった。それまでは1時間以上かけて移動していた距離を、ジャベル橋梁は20分で行き来できるようにしてくれたんだ。だからこの橋が建設されると知った時、僕をはじめクウェート人はみんな大喜びだったよ。と、ここまで聞いたら素晴らしい橋の話をしているように感じるけど、実はそういう楽しい話をしたいわけじゃないんだ。大きな期待をしていた分、思わぬ悲劇に見舞われてショックを受けた。僕らクウェート人の心に残る傷を話していきたい。まず、時を少し遡って2013年のこと。クウェートは人々の行き来が多いスビア新都市とシュワイク港を結ぶ大橋の建設を韓国に受注したと発表した。僕は韓国について正直あまり詳しく知らなかったけど、韓国が過去に受注を受けた土木工事の中でも1、2を争う大規模な工事であると聞いて、すごく期待感が高まった。
僕も仕事で洞窟間を通ることは多かったけど、毎回1時間超えの長い旅で嫌気がさしていたんだ。それを大幅に短縮できると聞いて、完成が待ち遠しくて仕方なかったよ。大規模な工事だけに数年で完成というのは難しく、完成予定は5年後の2018年。楽しみにしている僕らからしたら、かなり長い期間だと思ったけど、できてしまえば毎日が天国だと思えば、ワクワクしながら待つことができた。工事を行っている期間中も、当時の韓国大統領は、たびたびクウェートを訪問し、工事現場を訪問したなんてニュースもよく見かけて、韓国人は仕事に熱心で、真心のある人たちなんだなぁ、と、今まで個人的な接点のなかった韓国人に対して、親近感すら湧いていたくらいだ。大橋を作る技術を持つ国が、いくつもある中で、なぜ韓国が選ばれたのか、その理由についてはわからなかったけど、いや、当時の僕は考えもしていなかった。だけど不思議なことに、我が国の選択は間違っていないんだろうな、と感じてしまっている僕がいた。大橋ができることに浮かれて、本質を見抜けていなかったからだ。これはきっと僕だけでなく、多くのクウェート人が同じだったんじゃないかな。知らぬ間にこれほど大きくなっていた韓国への期待は、思いもやらぬ形で裏切られることになるのだ。それは2016年9月のこと。長いと思っていた5年も折り返し地点を過ぎ、今か今かと住民の興奮も高まっている矢先の出来事だった。なんと、ジャベル橋梁が、工事中に崩落したというのだ。僕はその報道を聞いたとき、何かの冗談かと思ったよ。だって、老朽化した橋が壊れたならまだしも、真新しく完成すらしていない、いわば一番安全なはずの橋なのに、工事中に壊れるなんて聞いたことがなかった。クウェート国民の注目を浴びに浴びていた機体の大橋の事故は、瞬く間に国内に報道され、広がっていった。報道で詳細を聞くと、経緯はこうだ。橋に床板を設置する工事の最中のこと、トラックが使用する新しい床板を運んでいたところ、何かの弾みで落としてしまった。その落ちた床板が、すでに設置された床板に落下した衝撃で、4枚、計1800トンの床板が崩落したのだという。これから取り付ける床板は、海に落ちてかなりの衝撃だったそうだが、幸い怪我人は出なかった、ということだ。怪我人が出なかったのは良かった。床板も、また新しいのを作ればいいし、めでたしめでたし、だなんて、クウェート国民は誰一人として思えなかったと思う。だって、自分たちがこれでもかというくらい楽しみにして、いずれ使いたいと思っていた大橋の完成前の崩落事故だ。今回は未完成で人が利用していなかったから大惨事にならなかっただけで、実際に利用が始まっていたらどれだけの犠牲者が出ただろうか。橋が落ちるなんて絶対にあってはならないことなんじゃないのか。僕はもちろんたくさんの人がこのように感じたみたいで、インターネットを見ても実際に知人に話しても、工事元の韓国企業へ非難殺到。床板が落ちたなんて想定外のことだから仕方ない、と韓国側は思うかもしれない。だけど実際に利用が始まって、同じくらいの衝撃を受けない確証なんてどこにもないんだ。どうにか耐久性を強めてくれないと、完成しても恐ろしくて利用することができないじゃないか。あれだけ楽しみにしていたのに、ジャベル橋梁が完成するのが少し怖くなってしまったんだ。でも、クウェート国民の非難を受けても、韓国側はしっかりとした謝罪などは行わなかった。それも人々の反感を買った理由だったんじゃないかな。なぜこんな事故が起きてしまったのか、原因を説明して、今回の事故をもとに対策して安全な橋を作ります。という一言が欲しかったのに。その韓国の態度も起因して、
国内では不満が爆発。工事の手を抜いたんじゃない？私たちの命を何だと思っているんだ。真剣に作れ。少し荒々しい表現の人もいたけど、彼らの主張はごもっともだと思った。それから詳しくは知らなかったんだけど、この事故をきっかけに、ある問題も明るみになった。それは、予定より工事の進捗が遅れていることや、構造物の性能不備が、この事故以前から問題視されていたことだ。不備があることが分かっていたのに、事故が起きるまで対策しなかったという不誠実さも、クウェート国民から韓国への信頼を失っていく、大きな理由になっていた。それに、2018年に完成するというから、それを楽しみに待っていたのに、遅れが発生しているなんて。何も知らずに韓国を評価していたけど、知れば知るほどがっかりさせられてばかり。橋が完成する前からかなり盛り下がってしまった記憶がある。結局クウェート国民が一時期待ち望んでいたジャベル橋梁は、予定から約1年遅れの2019年に完成した。あの事故や関連するわだかまりのせいで、当初より注目度や期待は薄れてしまったけど、僕も正直、期待より不安の方が大きくなっていた。僕が利用している時に橋が崩落したら、なんて想像してしまうからだ。だけどそんな工事のラストスパートには、かなりの数の作業員が派遣されたそうで、1日2回の交代で24時間作業に費やしていたという。つまり、1人12時間は働き詰めの計算だ。多分それだけ聞いたら、韓国人は仕事熱心なんだなぁと感心したんだと思う。だけど早い段階で工事に遅れが出ていたことや、工事の不備、事故、そしていまいち不誠実な対応などを散々見てきたから、もっと真面目に計画的に進めていれば、最後になって慌てて長時間労働をする必要もなかったんじゃない？と思ってしまうのが本音だ。2013年に大橋の建設を聞いたときは、さぞワクワクした気持ちで橋を利用するんだろうな、と思っていたけど、いざ初めて利用するとき、全く正反対の思いを抱いているとは、夢にも思わなかった。橋が落ちたらどうしよう。早く通り過ぎたい。通るたびに、毎回そんな風に考えて、ヒヤヒヤしてしまうんだ。2021年現在、大きな事故が起きていないのが救いだけど、利用者のほとんどが、いつ落ちるのか、と不安な気持ちを抱いていると思う。ジャベル橋梁工事中のあの崩落事故は、今目で確認できる事故跡は残っていないだろう。だけど、人々の心にしっかり刻み込んでしまった。信用できない国が作った、信用できない橋という傷だけは、おそらく一生消えることはない。その罪は、韓国人が想像している以上に重いだろう。自分自身が橋を作る仕事をしているわけでもなければ、お金を出しているわけでもない。だから、偉そうなことは言えないけど、一つ言わせてもらえるなら、被害者の出ない悲惨な崩落事故が起きる前に、橋の構造についてしっかり見直してほしいということだ。命を落とすくらいなら、1時間かけて移動した方がマシだと思ってしまうから。一日でも早く安心して利用できる橋になるよう祈っているよ。韓国人は一つ一つの工事に国民の命がかかっているということを考えられていない気がする。軽い気持ちなんだろうけど、それが一番たち悪い。大規模な工事で完成を待ち望んでいたのに、期待を裏切られて悲しい気持ち、わかるよ。私の国もそうだから。中東とか東南アジアとか、大事な工事を韓国や中国に任せる国はなんでなの？
絶対日本にお願いした方がいいに決まってるじゃん。私は韓国人だけど、自分の国の出来事だと思いたくないくらい恥ずかしいわ。もっと真剣に仕事して。韓国を選んだのは確実に安いからでしょう。安ければいいってもんじゃないのに、愚かな人は目先のメリットだけ考えるんだよね。愚かというより、国にお金がなかったら安く受注できる国を選ばざるを得ないんじゃない？それをどうにかしないといけないよね。ジャベル橋梁がもう崩落しないことを願うよ。ドライブ中に事故が起きるなんて考えたくもないね。足ができるだけで移動時間が4分の1以上減るんだね。僕の地元にも橋ができてほしいよ。もちろん安全なもの限定だけど。一度崩落したことがあると知っていて橋を利用するのはすごく勇気がいるだろうな。ちゃんと工事し直してくれているといいんだけど。私たちが何気なく通っている橋がいかに慎重に建造されているのか改めて考えさせてくれるエピソードでしたね。人々が利用を始める前の事故だったことが不幸中の幸いですが、不安材料を残してしまったことは取り返しがつかないかもしれません。では実際に利用されている橋が崩落した事例はあるのでしょうか。調べてみると2018年にイタリアで痛ましい崩落事故がありました。イタリア北西部に位置するジェノバ、その街中の上を通る高架橋が雨天の中突然崩落したといいます。普段からたくさんの人が利用するその大橋には事故当時もたくさんの車が通行していたそうです。事故から一夜明けた時点で死者は30人超え、怪我人は10人超えの大事故。中には10歳前後の幼い子供たちも含まれていたというとても痛ましい事故でした。都市部を通る大橋ということで、至って普通の日常生活を送っていたことでしょう。突然崩落事故に巻き込まれた人たちの気持ちを思うと、いたたまれないですね。しかもこの事故、原因は構造不良だと言われているんです。災害的な理由ならまだしも、構造が原因だとわかると、ますますやるせない気持ちになります。しっかり点検をしていたのか、工事にきちんとした基準は設けられていたのか、そういった点を怠っていなければ起きなかった事故だったかもしれません。今回のエピソードでご紹介したクウェートのジャベル橋梁と同じように、安全な橋を作るという意識が不足していたのかもしれませんね。もちろんこういった気持ちだけで事故を防ぐことはできないので、同じような事故が起きないよう徹底した原因究明も重要になってくるでしょう。事故が起きて被害者が出てからの対策というのは悔しいですが、悲惨な事故を糧にして安心して利用できる橋を作っていってほしいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。俺たちのジャパンへようこそ。韓国の高速鉄道 KTX が危ないというのはもはや世界的にも有名な話です。 KTX が事故を起こすたびに新幹線の安全神話が引き合いに出されることから、もはや新幹線の引き立て役のように感じている人もいるかもしれませんね。そんな KTX が2022年に入って早々脱線事故を起こしました。
事故直後はトンネル内で何かとぶつかったのが脱線の原因と推定されていましたが、結局は車両または線路に問題があったようで、韓国のネットユーザーからも整備不良が原因かと落胆の声が上がっています。今回は韓国が誇る高速鉄道 KTX の実態や他にも相次ぐインフラ事故について見ていきましょう。2022年1月5日、ソウルから釜山へ向かっていた韓国高速鉄道 KTX の車両の一部が脱線する事故が発生しました。乗客の証言によると、事故当時は大きな爆発が起こったかのような音がしたそう。ネット上にアップされたニュース動画を見ても、車内の様子は悲惨で、窓にはひびが入り、トイレも激しく損傷しています。列車には約240人の乗客が乗っており、列車の窓ガラスの破片で7人が負傷。そのうち69歳の男性1人が病院へ搬送されました。事故後、運営会社のコレールは、正確な事故原因は航空鉄道事故調査委員会が調査している。列車が未詳の物体とぶつかって事故が起きたと思われると公表。列車は事故前にヨンドントンネルを通過しており、落下したトンネル内の構造物、例えば鉄板などとぶつかり、その衝撃で事故が起きたのではないかと見られていました。ところがその後の調査では、衝突したと思われる鉄板やその他の落下物は見当たらなかったのです。代わりに見つかったのは、同じ鉄でもまさかの車輪でした。列車の停止地点から 3km 手前のオタントンネルで外れた車輪が見つかったのです。さらにオタントンネルの手前で列車の破片や脱線の痕跡が見つかっており、すでに車輪に問題が生じた状態でトンネルを通過中、車輪が外れたものと推測されています。列車はその後、ヨンドントンネルを通過してから停止しました。つまり異常が生じていたのはヨンドントンネルよりさらに前で、少なくとも 3km 程度は車輪を一つ欠いた状態で走行していたことになります。今後は車輪そのものの不良か、線路に問題があったかを調べていくようです。トンネル内で起こったイレギュラーな事故なら多少の言い訳ができたかもしれません。しかし結局、トンネル手前で車輪に異常が生じていたわけですから、不可抗力とは言えませんよね。韓国のネットユーザーからも、結局予測不可能な偶発事故ではなく整備不良が原因だったってことか、一歩間違えば KTX 史上最悪の事故として記録されるところだった、車輪の一つもまともに作れないなら日本製かドイツ製を輸入すべきだと厳しい声が上がっています。さすがに相次ぐ事故を見て、韓国のネットユーザーさえ KTX を擁護できなくなってきているようです。 KTX の事故を挙げればキリがなく、2007年11月には高速鉄道車両として世界初の正面衝突事故を起こしました。後ろからではなくて正面から衝突と驚いてしまいますが、そのまさかが起こるのが KTX なんです。その後も2011年2月にはクァンミョン駅近くで開業後初の脱線事故があり、2013年8月にはトンデグ駅でムグンファ号と2台の KTX が絡む三重衝突事故が起こっています。中でも特に大きな話題になったのは2018年12月8日の脱線事故です。冬季五輪開催で有名になったピョンチャン近くのカンヌン駅を発車してソウルに向かっていた KTX が脱線。あまりに頻発する事故にイーナギョン首相が
直々に運営元のコレール本社に乗り込み、経営陣を叱責して改善策を指示した3日後の出来事でした。しかしこの事故が大注目された理由は、そのタイミングだけではなく、コレール社長の言い訳にあります。コレールのオ・ヨンシク社長は事故原因について、気温が氷点下に急激に落ちたことに伴う線路異常と推定されると発表しました。つまり急に寒くなったから事故が起こったと言っているのです。到底納得できませんが、そもそも事故当日の関内地域の最低気温は氷点下7度から8度程度、風などを考慮しても線路に異常が現れるほどの寒さではなく、鉄道関係者もこの程度の寒さのために線路に異常が生じるというのは納得しがたいと話しています。その後の調査で本当の原因は判明したものの、それも非常にお粗末なものでした。ケーブルを誤って連結していたという非常に初歩的な施工ミスが原因だったのです。脱線事故の原因になった信号システムのエラーは、線路転換器が正確に作動するかどうかを表示するケーブルを誤った位置につないでいたせいで起こったそう。事故当時、信号ケーブルさえ正確に連結されていれば、線路転換器の異常と位置を正確に感知し、列車に運行ではなく停止の信号を送って事故を防げました。恐ろしいのは、なんとこのミスが開通当初から続いていたということ。関係者によると、開通後に該当ケーブルに触れたことはなかったらしく、いつ大事故が起こってもおかしくなかったのです。今回は出発5分後でスピードがそれほど出ていなかったため死者は出なかったものの、一歩間違っていたら大惨事になるところでした。しかも韓国ではこのような脱線事故は高速鉄道に限った話ではありません。2021年11月28日には韓国のキョンサンナムドトンヨン市ヨクチドのモノレールが脱線しました。観光客8人が足の骨を折るなどの重傷を負い、近くの病院に緊急搬送されています。脱線してぺちゃんこになった車両の写真は悲惨で、死者がいないのは奇跡だと感じるほど。韓国では気軽に乗り物には乗れませんね。そもそも乗り物に乗るどころか街を歩くことさえ危険なのが韓国の現状と言っていいでしょう。韓国では鉄道に限らず高企業の事故が多発しています。例えば2018年12月にはキョンギ道コヤン市イルサンドンクの別墅駅付近で温水配管が破裂、1名が亡くなり33名が火傷を負う事故が起こっています。韓国地域暖房公社が管理する850mmの温水配管が破裂したことで、摂氏100度から110度に達する高圧の熱水が噴き上がったのです。亡くなった1名は事故地点を自動車で通過している途中、車内に入り込んできた熱水を浴びて全身に火傷を負いました。さらに事故の影響でイルサンドンクペッソクトンとマドゥドゥンの3つのアパート団地2861世帯で暖房と温水の供給が中断、住民は12月の厳しい寒さに耐えなければなりませんでした。怖いのは事故後の調査で、同じ事故が起こってもおかしくない箇所が203箇所も見つかったこと。事故の原因は配管の老朽化で、古い配管に亀裂が入り内部の圧力に耐えられずに破裂したと推定されています。そこで韓国地域暖房公社が全国にある20年を超えた温水配管を緊急点検したところ、
203箇所で異常が見つかったというわけです。もちろん調査で判明しただけまだマシなのかもしれませんが、いつどこでインフラ事故に巻き込まれるかわからないのは怖いですよね。通信インフラでも大きな事故が起こっており、2018年11月、ソウル市マポクを中心とする広い地域で大規模な通信障害が発生しました。その原因は最大手の通信会社 KT のアヒョン支社ビルで火災が発生したからです。 KT 回線を利用する信用紹介端末や現金自動預け払い機も一時的に使用できなくなり、キャッシュレス社会の韓国は大混乱に陥りました。この通信障害で特に大きな迷惑を被ったのが医療分野です。火災現場から 2.8km 離れた病院では KT の通信網を使用しているコールフォンが不通になり、救急室や集中治療室などに影響が出ました。職員が所有する KT 以外の携帯電話を共用したものの、3000を超える病床のある病院の通信需要には耐えられません。さらに 7.7km 離れた大学病院でも2時間にわたってシステムが使用不可に、救急室を閉鎖する事態に追い込まれています。通信障害による人的被害はなかったようですが、復旧が遅れていたらどうなっていたか考えるとゾッとしますね。さまざまな分野で事故が多発しているにもかかわらず、韓国はそこから学ばず一向に事故が減りません。その一因は犯人探しに夢中で肝心の再発防止がおろそかになっているからではないでしょうか。例えば KTX で事故が起こるたびに、運営会社のコレールと線路を施工・所有する韓国鉄道施設公団はお互いに責任をなすりつけ合っています。さらに2018年の脱線事故で珍発言をしたコレールのオー・ヨンシク社長は再発防止策も取らずに早々に辞任を表明しました。これでは事故を繰り返すのも当然です。できる限り事故を起こさないように努め、万が一事故を起こしたら再発防止を徹底するのが当たり前の日本では信じられませんよね。多発するインフラ事故にさすがの韓国も危機感を抱いたのか、近年の韓国は官民揃って日本企業に対しインフラでの共同事業への参加を呼びかけています。その分野のメインはエネルギー関係で、液化天然ガスの活用や再エネ対応の送配電システム、工場や公共施設の省エネ化などです。しかしどうやら日本企業からあまり良い返事はもらえていないそう。というのも、インフラを担う日本企業といえば戦前から続く老舗が多いです。それはつまり、いわゆる元徴用工問題で韓国政府や同国の左派団体に攻撃されている重工長大企業ということでもあります。元徴用工問題について完全かつ最終的な解決をした1965年の日韓請求権協定を無視して最高裁が日本企業に賠償を命じるような国とはとても協力できないと考えるのは当然です。日本の助けを得られない韓国では今後もますます事故が続いていくでしょう。しかし韓国は安全性には一切お構いなしで新たな列車の開発に積極的です。その名はハイパーチューブで、速度はなんと時速 1000km 以上。ハイパーチューブは2013年に電気自動車会社テスラの CEO であるイーロン・マスク氏が提案したハイパーループに近い概念です。ハイパーループでは
チューブ内をポッドやカプセルなどと呼ばれる車両を空中浮遊させることで高速移動を実現させます。チューブ内を減圧して真空にすることで摩擦抵抗や空気抵抗を減らし、その結果時速 1000km を超える移動が可能になるそう。音速旅客機並みの速さで移動できるだけでなく、車両自体は二酸化炭素を排出しないため環境にも優しい、まさに夢の列車なんです。2020年11月にはハイパーチューブを開発中の韓国鉄道技術研究院が17分の1サイズに縮小して作った空力試験装置で時速 1000km 以上の速度を達成したと公表しました。いわゆるミニチュアモデルが完成した段階ですね。順調に開発が進めば2032年頃には KTX で2時間半かかるソウル・プサン間を20分程度で行き来できるそうです。ちなみにハイパーループを開発中のアメリカ企業 HTT には日本からも日立製作所が出資と技術提供を行っています。次世代の列車を先に完成させるのはどちらなのか、今後の展開に目が離せません。とはいえ時速約 300km の KTX さえまともに走らせられない韓国が時速 1000km の超高速列車を扱えるとは思えませんけどね。KTX は昔から問題があるけど、他国の高速列車も同じだろうと思っていた。だけど日本の新幹線は車両欠陥による事故がゼロって本当？あのダイヤでこの事故率ならマジで半端ないな。 KTX のトンネルは長さが 20km を超えるものもある。長いトンネル内で事故が起こったとしたら救助も避難もできず、乗客は全員死ぬだろうね。日本の新幹線なら地震や大雪などの天災でなければほとんど事故なんて起こらないぞ。これはコスト削減のツケが回ってきたってことだろう。技術者も不足しているし、規律も緩んでいたのでは？2022年1月の事故は死亡者がいなかったのがせめてもの救いだね。だけど乗客やその家族はトラウマでもう KTX に乗れないだろう。この調子だとKTX に乗る人はどんどん減るだろうな。韓国で大きな事故が起こるたびに使われるのが安全不感症という表現です。日本でも2014年4月に起きた旅客船セウォル号の沈没事故当時、新聞やテレビで目にした人がいるかもしれません。この単語の初出は諸説ありますが、その一つがKTX の脱線事故です。2011年2月11日に起こった事故を韓国メディアは安全不感症が招いた人災として報道しています。この事故も事前に感知していた分岐器の異常を放置していたこと、つまり運営側の怠慢が原因で起こりました。しかも事故後の対応も責任追及ばかりで、肝心の再発防止策は不十分なまま。そんな韓国に安全不感症はぴったりの表現ですが、2022年早々に脱線事故を起こしたのを見ると、あまり注意喚起にはなっていないようですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。
え、日本の車両が原因じゃなかったのか。2018年台湾で発生したプユマ号脱線事故、当時は日本でも報道されるほど大きなニュースになっていましたが、皆さんの記憶にありますでしょうか。事故発生後、責任が日本製の車両にあるとして訴訟が起こされました。そして日本はその責任を認めることに。ところがその2年後、事態が大きく急変します。プユマ号脱線事故の真相について、今回はウェブライターの男性が語ってくれるようです。どうぞぜひ最後までご覧ください。僕の名前はケンシロウ、ウェブライターをしている。クライアントから依頼されたテーマについて調査を行い、それを記事にまとめるのが僕の仕事だ。今回提示されたテーマは2018年に発生した台湾の脱線事故についてだ。イーラン線プユマ号脱線事故、この事故についての調査を行っている。どうしてこの事故がテーマになったのかというと、プユマ号が日本製の車両だったからだ。日本の鉄道は世界的に安全であるとして高い評価を得ている。それなのにプユマ号の脱線事故は日本製の車両に事故原因があるとして、台湾鉄路管理局から賠償金21億7000万円もの訴訟を起こされていたんだ。この件について僕の調査結果をこれから発表する。調べを進めていく中で台湾鉄路管理局の闇が見えてきた。プユマ号脱線事故の真相についてぜひ聞いてもらいたい。まずはプユマ号脱線事故の経緯について説明させてもらおう。事故が発生したのは2018年10月21日だった。14時50分発、修林発、台東行きのプユマ号は乗客366人を乗せて走り出した。この列車の定員は372席だったということから、ほぼ満席ということになる。順調に走り出したかに思えたプユマ号だった。ところが実はトラブルを抱えていたんだ。そのため途中の早慶駅、亀山駅通過時点で遅延が発生してしまう。トラブルを解消するためにイーラン駅で応急点検を行った。そして可憐駅に到着したら車両を交換できるよう手配をしたらしい。この時点で遅延時間は15分に達する。そしてこの後事故が発生した。東山駅を通過した後、急カーブを曲がりきれずに脱線してしまうのだ。原因はスピード超過によるものだった。通常なら時速70キロで走行するところを140キロものスピードでカーブに突っ込んだというのだから、偶然ではなく起きて当たり前といえる事故だった。事故発生時刻は16時50分、修林駅を出発して2時間後のことだ。事故発生の通報を受け、警察、消防、さらには軍隊まで投入され救助活動が行われた。しかしながら死者18名、負傷者215名という台湾鉄道史に残る大きな事故になってしまった。事故後、台湾鉄路管理局は住友商事と同社の契約法人に対して訴訟を起こした。その額は21億7000万円。車両の欠陥が事故の原因であるとの考えを示したわけだ。でもちょっと待ってほしい。原因は運転手のスピード超過によるものだ。それなのに列車の欠陥を事故の原因とするのは無理がある。皆さんもきっとそう思うことだろう。ところがこの列車には安全装置が取り付けられていたそうだ。台湾鉄路管理局は ATP が正常に働いていれば速度オーバーでカーブへ突入することを防げたはずだと主張した。これに対して住友商事は台湾側の車両メンテナンスの不備が事故の原因であり、責任は台湾鉄路管理局にあると反論した。両者の主張は真っ向から対立する。台湾側は保証期間内に発見された整備不良に対して誠実に対応してこなかった不誠実さを追及する。お互い協議を重ねたものの意見はまとまらず平行線をたどった。急展開を見せたのは事故から10日後のことだった。台湾側と対立していた日本側が非を認めたのだ。日本側は制作段階で不備の可能性があったことを受け入れた。危険な事故につながりそうな場合に
自動ブレーキをかけるなど安全装置として重要な役割を果たす ATP に正常に動作しなかった可能性を認めたわけだ。安全を売りにしている日本の鉄道、その日本製車両が原因となった脱線事故、このニュースは世界中の注目を集めることになった。当然ながら台湾メディアでも大々的に報じられ、日本の過失を追及する声が上がる。それは日本国内においても例外ではなく非難の声が飛び交った。日本の鉄道における安全神話が崩れ落ちてしまったともいえる衝撃的な結果。日本の鉄道は安全だ、もうそんなことは二度と言えなくなってしまう。それくらい日本にとっては大きな事故だった。僕にとっても、それに皆さんにとってもショッキングなことだよね。ところが事故発生から2年後、冬間号脱線事故の最終報告書に驚愕の事実が記されていたんだ。日本に火があると思われていたが、急転直下ひっくり返ってしまったのだ。最終報告書では車両部品の故障、それに整備体制の不備、運転手や経営体制が原因であることが記載されていた。一方で住友商事の過失には言及されていなかったのだ。つまり車両の製造納入をした住友商事に事故の責任はないとされたわけだ。どうしてこのような結末になったのか、そこには運転手の証言が大きく影響している。事故直後、運転手は怪我をしており事情を聞くことができなかった。そのため事故の原因は車両にあるという認識が大勢を占めており、原因究明が車両に絞られていたんだ。その中で ATP の不具合が事故の原因であるとされ、住友商事がその責任を認めたことになる。ところが運転手が回復したところで事情聴取ができるようになると、それまで見えていなかったことが明るみになり、状況が一気に変わったわけだ。運転手の証言を時系列に沿って紹介しよう。まずは運行前安全点検の時に時間を戻す。運転手は運行前の安全点検で車両に不具合が起きていることを認識していた。そしてそのことを報告。このまま通常運行するのは不可能であり、車両の交換または整備が必要であることを伝えていた。ところが鉄道運営側は運転手の提案を拒否した。その上、運行状況に遅れが生じることも許さず、通常運行するよう指示したのだ。そのため運転手は故障を抱えた車両で定刻通りに運転するしかなかった。列車は修理を定刻通りに出発した。言わずもがな、乗客は自分の乗っている車両が故障を抱えていることなど知る由もない。出発した冬間号はその後、運転手が危惧していた通り不具合が発生し遅延していく。そしてこの遅延という言葉が運転手を苦しめることになる。台湾鉄路管理局は常日頃からリスク度外視の過密なスケジュールを組んでいた。過密なスケジュールを消化するためには遅延の発生も許されない。そしてその遅延の原因は運転手のペナルティとして扱われ、減給処分されるなどといった事態が頻発していたそうだ。列車を定刻通り運行させなければならない。運転手はこの掟に縛られていた。遅れを取り戻さなければならない。遅れを取り戻すためには速度を上げなければいけない。そんな危険な考えに思考を奪われ、運転手は速度を上げるという決断を下してしまう。でもここまでお聞きの皆さんならもうお気づきだろう。この車両には ATP が装備されていたはずだ。いくら運転手が速度を上げようとしたところで ATP が作動すれば速度は制限されてしまう。それなのに普段の2倍もの速度でカーブに進入できたのは、やはり ATP に不備があったのではないか。たとえどんな状況であれ、 ATP さえ正常に作動していれば事故は発生しなかった。それならば住友商事の責任は逃れられない。それなのになぜ住友商事の責任が追及されない？もしかして日本政府からの圧力があったとか。そこにはもう一つの驚くべき事実があった。なんと運転手が自ら ATP の電源を遮断していたのだ。危険なことは承知の上だった。それでも台湾鉄路管理局のプレッシャーが強かったからやらざるを得なかったのだろう。列車を定刻通り運行させなければならない。この鉄の掟を守るために運転手は禁断の一手を繰り出してしまったのだ。
安全と定時運行、天秤になどかけてはならない2つの要素を計りに乗せ、あろうことか定時運行に重きを置いてしまった運転手。その責任は重い。しかしながら運転手がそういう決断を下さざるを得ない状況を生み出した台湾鉄路管理局の体制にも問題がある。あまりにもずさんな運用を行ってきた台湾鉄路管理局、その運営体制を疑問視する声は事故以前からあったそうだ。台湾鉄路管理局はこの2年間で7回の事故を起こしていたという。安全をないがしろにして収入を優先し、過密スケジュールと遅延を許さない台湾鉄路管理局。なぜこんなことになっているのか調べてみた。すると台湾鉄路管理局が莫大な借金を抱えてたという事実にたどり着く。台湾鉄路管理局の赤字は大きく膨らんでいた。2020年度107億円の赤字を計上すると、2021年の累積赤字が4400億円に達した。さらに2021年度には126億円余りの赤字を出し、2028年には累積赤字が5000億円を超えるとも言われている。こんな経営状況が安全対策をますますおろそかにしていく。労働組合は保線員などの人員不足と増便による安全検査の時間短縮を訴えていた。これでは安全運転が確保できない、そう警告していたんだ。しかし台湾鉄路管理局はそんな労働組合の意見を受け入れなかった。台湾鉄路管理局は事故の責任を逃れるために原因の矛先を日本へ向けようとした。冬間号の脱線事故が運転手の責任となれば、運行体制に問題があったのではないかと疑問の目が向けられる。それを逃れるために原因は車両にあったとして日本を追及したんだ。事故後運転手への事情聴取が困難だったことも、台湾鉄路管理局には幸いだったことも言える。しかし世の中そんなに都合よく収まらない。結局運転手には業務上過失致死罪で懲役4年6ヶ月の実刑判決が下された。運転手は ATP 遮断の責任を認めつつも、過密スケジュールとペナルティを強いた台湾鉄路管理局に責任があると主張した。しかし台湾鉄路管理局は整備不良の一部に関しては非を認めているものの、それ以外についての責任は否認している。そういった態度を貫く台湾鉄路管理局には国民から非難の声が殺到しているそうだ。一方で運転手への同情の声が寄せられていると聞く。運転手の聴取によって裏で運び入っていた台湾鉄路管理局の闇が明るみに出た。そしてその一方で日本の列車への信頼は取り戻され、以前にも増して評価が高くなっているらしい。海外では故障や不具合がほとんどなく、運休遅延が発生しづらいとして日本の列車は高い評価を受けている。そんな信頼を揺るがすような冬間号脱線事故だったが、結局のところ日本に過失がないことが認められた。今回の僕のレポートはこれでおしまいだ。また次回に期待してくれ。日本製の車両に脱線の原因があると聞いた時はショックだったよ。台湾鉄路管理局は保身のために日本と運転手をやり玉に挙げたってわけだね。ひどいね。どうして台湾鉄路管理局はそんなに赤字を抱えているのかしら。他にも裏がありそうね。安全よりも収益を優先させる鉄道になんか乗りたくないね。なんだか台湾のイメージが変わってしまったわ。親日国として期待していたのだけど、いくら日本の鉄道が安全だからといっても会社の経営方針はどうすることもできないよ。今回のテーマで取り上げられていた台湾鉄路管理局について少し補足しておきましょう。台湾鉄路管理局は太平洋戦争での日本の降伏を受け、中華民国政府が接収した台湾島内の鉄道路線を運営する目的で設立された鉄道事業体です。1948年3月1日に発足しました。設立当初は地方政府である台湾省政府の管轄下でしたが、台湾省の機能が凍結された1999年に中央政府の管轄下となって現在に至っています。管理局発足後、恒常的に設備の近代化が行われており、現在では主要幹線のほとんどが電化、
線化され、年間利用者はおよそ1億7000万人と言われています。しかしながら、プユマ号脱線事故の後も台湾東部の花蓮県で50人が死亡した列車脱線事故を起こしており、管理体制に批判の声が殺到。台鉄を日本の JR のように民営化すべきだといった指摘が相次いでいるようです。日本では国鉄が民営化されたことで、経営状況、定時運行率、事故発生率が改善されたと言われています。果たして台湾ではどうなるのでしょうか。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。俺たちのジャパンへようこそ。2021年11月6日、ベトナムの首都ハノイで同国初の都市鉄道が開業しました。設計や建設を請け負ったのは中国企業中鉄六極集団で、建設費の8割を中国の政府開発援助で賄っています。一方、同じくベトナムの主要都市ホーチミンでは日本の支援による地下鉄が建造中です。どちらも慢性的な渋滞の緩和に向けて作られるものですが、現地民からの評価は真っ二つに分かれています。今回は日本と中国がそれぞれ進めるベトナムの都市鉄道について、その明確な違いを見ていきましょう。ベトナムの2大都市で行われた日中の鉄道工事には、それぞれのお国柄が強く反映されています。香港の英字誌サウスチャイナモーニングポストも、日本がホーチミンで行う工事では事故が起こっていないのに対して、中国主導のハノイの現場は事故続きだという現状を伝え、ベトナムの鉄道工事は中国より日本の技術力が高いことを証明しているのではないかと問う記事を掲載しました。それにもかかわらず、中国の姿勢は強気です。ベトナムがホーチミンの鉄道計画を日本に発注したのが悔しかったのか、ある中国メディアは、中国を拒否して日本に発注したベトナムの高速鉄道は果たして完成できるのだろうかとする記事を掲載しています。記事ではまず自国の高速鉄道技術を大絶賛。中国の高速鉄道が現在最も急速に発展しており、世界最長最速の列車が走行し、最も安全なシステムを持っているとしました。国内で進んでいる88王と呼ばれる高速鉄道網計画はすでに7割が完成しており、現在約3万8000キロメートルの営業距離は2035年にはおよそ倍の7万キロメートル前後にまで延伸される予定だと紹介しています。世界一の高速鉄道を作れる理由として、記事は中国の製造業と労働力コストが国際市場で非常に大きな強みを持っているからだと分析しているようです。急速に海外市場を開拓しているのもその証拠だとしています。それにもかかわらず、なぜベトナムはホーチミンの鉄道計画で日本と提携したのでしょうか。記事はベトナムが日本を選んだ背景として、新幹線に代表される日本の確かな技術に加え、入札競争の中で日本が低利息の融資提供を提示したことが影響していると述べています。しかしベトナムは高速鉄道建設に必要な初期投資さえ用意できず、日本に対して価格の引き下げや融資の返済期限延長を求め続けていると紹介。もともと優遇プランを出していた日本は、この要求を簡単に受け入れることはできず、打開策が見つからないことから一向に完成する気配がないと嘲笑しています。確かに開業の遅れという点では日本は中国を笑えません。ハノイの都市鉄道は当初の予定より6年遅れたものの、
2011年の着工から2018年まで7年の年月をかけて完成しています。しかし日本の工事は2012年に始まっており、9年以上経っても未完成ということになります。この点について、あるベトナム人女性が現地の情報を伝える動画をアップして話題になりました。中国の動画サイトにアップされたこともあり、この女性の意見は非常に中国寄り。ホーチミンの鉄道工事について2021年の時点での進捗状況は 87% 程度で、2012年から9年もかけているのにまだ完成しないばかりか、中国よりもずっとコストがかかっていると不満そうに伝えました。この女性は建設スピードとコストの両面から中国の方が優れていると主張しています。当然ながらこの動画は中国人視聴者から高く評価されました。一方で動画内の中国の方が建設コストは3分の1だったという説明に対しては、安かろう悪かろうというコメントも寄せられています。たとえ時間はかかっても安全を第一に建設を進める日本の姿勢を肯定する意見も見受けられました。日本の工事が遅れた理由は多々あり、例えば新型コロナウイルス感染症の流行により、外国人専門家の入国や建設資材の輸入に遅れが生じました。さらに資金不足も原因の一つです。ホーチミン市が請負業者への工事費の支払いを渋った結果、工事がほぼ一時停止の状態となったことがあります。資金不足の原因はホーチミン市が違法に予算を修正したため、鉄道計画への投資総額を当初の17兆3252億ベトナムドル、約820億円から47兆3252億ベトナムドル、約2230億円へ引き上げたものの、引き上げ分のファイナンススキームを確保しなかったことから、結局支払えない状態になっていたのです。これらの影響により、ホーチミンの鉄道の完成はさらにずれ込み、2023年末から2024年に予定されています。こうして見るとベトナムの人々も日本より中国を歓迎しているように思えるかもしれませんが、ハノイの高速鉄道に対するベトナムの人々の評価はかなり低いです。先ほども少し触れた通り、中国は建設中の多くの事故で現地の人々からの信頼を失いました。例えば2014年11月第3タインスアン駅高架工事現場で建設資材の鉄筋が落下する事故が起こり、バイク3台が鉄筋の下敷きに、1人が死亡し4人が重軽傷を負いました。ベトナム政府はこの事故を受けて工事を一時中断。中国の建設会社から安全改善策を受け取り、11月末にようやく工事の再開を許可しました。ところがその翌月12月28日に大きな崩落事故が発生したのです。建設中の鉄道高架が崩れ、タクシーが下敷きになりました。高架の崩落事故の原因は生コンクリートを流し込む型枠の強度不足です。生コンクリートの重量に耐えきれなくなり、型枠が変形して大破、足場や鉄筋が崩壊し、生コンクリートが道路に流れ出ました。そして壊れた足場や鉄筋は走行中のタクシーのボンネットへ墜落したのです。奇跡的に運転手と乗客3人は救助され軽傷で済みましたが、当時の状況について運転手は次のように語っています。走行中に突然ドーンと大きな音がして、前が見えなくなり身動きも取れなくなった。流出した生コンクリートでタイヤが埋まり、ドアも開かなくなり死を予感しました。ベトナム政府は多発する事故について中国大使館に、中国企業に手抜き工事をせず安全かつ完璧に施工するよう指導してほしいと要請しています。
よその国に手抜き工事を指摘されるなんて、なんとも恥ずかしい話ですよね。このような建設中の事故はベトナム以外でも起こっています。インドネシアでも中国主導で高速鉄道計画が進んでおり、2021年12月、その工事現場で高架の支柱が倒壊しました。怪我人は出なかったものの、ベトナムの事故と同様、それは運が良かっただけ。何人もの死傷者が出てもおかしくない事故でした。インドネシア政府は二次災害を招きかねない深刻な事故として、中国企業に再発防止を求めています。この事故に限らず、インドネシアの高速鉄道計画は当初から問題続きでした。中国側の書類不備により審査が進まず、工事の許可を出せず、着工自体が大きく遅れています。しかもその書類不備の理由も、中国語が使われていて現地の人が読めないという信じられないものでした。インドネシア政府に提出する書類であれば、現地の公用語であるインドネシア語や英語を使うのは当然ですよね。しかし中国企業が運輸省に提出した書類には、中国語表記のものがいくつも含まれていたそうです。当初の完成予定は2019年でしたが、このようなトラブルが多発し、何回も延期に。一度は2021年完成とされましたが、さらに2022年まで工期が延長される見通しです。もともとインドネシアの高速鉄道計画は日本が受注する予定で、以前から計画実施に向けて調査を進めていました。ところがいざ受注する段階になって、中国が横入り。しかも中国側がインドネシアに提示した計画書は、ルートも駅の位置も日本が提示したものと全く同じで、違うのは提示金額だけだったと言われています。つまり中国とインドネシアがグルになって、日本の計画だけを手に入れたというわけです。このような経緯もあって、事故と延期を繰り返すインドネシアには自業自得という声もあります。ベトナムのハノイ都市鉄道はなんとか開通しただけ、インドネシアよりマシなのかもしれませんね。もはや中国のずさんな工事は世界的にも有名ですが、国内でもたびたび信じられないような事故が起こっています。工事現場に限らず、マンションなどの建築物が地震もないのに突然崩壊するのも、中国では珍しい光景ではありません。インドネシアで事故があった2021年12月には、中国国内でも高速鉄道絡みの事故が起こっています。安徽省阜陽市にある阜陽西駅で、高速鉄道の駅建物と駐車場とをつなぐ渡り廊下の片側が突然落下したのです。しかもこの駅は2年前に作られたばかりでした。事故原因はまだ不明のようですが、わずか2年でこのような事故が起こるのは、中国製の質の低さを感じてしまいますよね。高速鉄道で最も大切な安全性に難があるせいか、ハノイの鉄道の利用状況は順調とは言えません。2021年11月6日に開通した2営号線ドンダークカットリン、ハドンクイエンギア間の22日から24日の平均乗客数は1編成あたり約60人、定員約960人に対して乗車率はたったの約 6.3% でした。2営号線は開業日から15日間は運賃無料で運営されていましたが、無料期間中の平均乗客数でさえ165人、通常運賃での運行となったことで乗客が一気に減少しました。ハノイ市は鉄道駅付近に53のバス路線を用意し、鉄道の発着駅には駐車場を設置して利用を呼びかけています。しかし、わざわざ鉄道と他の交通手段を併用するメリットはなく、バイクや配車サービスを使った方が移動経費は安いことから、目立った成果を得られていません。度重なる開業延期に伴い、ハノイの高速鉄道の総工費は
当初の見積もりから 57% 増しの8億6800万ドル、約1000億円まで拡大しており、中国業者から下請け業者への代金不払いなども問題化しました。この利用状況でかかった費用をどれだけ賄えるのか不安が募る状態です。ベトナムの交通運輸省担当者もインフラ開発に関する大きな教訓となったと述べており、早くも後悔しているのが見て取れます。ホーチミンの鉄道の利用状況がどうなるか開業前の現在では分かりませんが、今のところベトナムの人々からの反応は上々です。車両が日本で完成したりベトナムへ到着したりするたびにメディアが大きく取り上げ、現地の人々の喜びの声を伝えています。2021年12月時点でベトナムには全17編成中11編成目までの車両が納入されました。もちろん本当の評価は営業が始まってから決まるものでしょう。しかし現時点でもうすでに日本と中国に対する評価には大きな差があるようです。俺は日本人が作ったものに対して絶大な信頼を置いている。鉄道車両だって世界最高品質だ。ホーチミンの人たちはとてもラッキーだよ。ホーチミンに住んでいるけど、確かに工事の遅れや予算オーバーはずっとネタにされている。だけどそれはさすが日本っていういい意味だ。少なくとも異変は全く起きてないし、日本に感謝しているよ。開通したら日本の鉄道は一切遅延しないだろうし、中国の鉄道は事故が起こり続けるだろうな。個人的にハノイの鉄道を利用するつもりはないよ。ベトナム人だけど、ホーチミンの工事の遅れは技術面ではなく資金面のせいだから。とりあえずハノイを完成させろって後回しになっただけ。日本はとても丁寧な仕事をしてくれているよ。ハノイの鉄道工事に対する評価が低いのはベトナムの人々の強い反中感情も影響しているのかもしれません。長い歴史においてベトナムは何度も中国からの侵略を受けており、直近50年の間にもベトナムは中国の侵略を1974年、1979年、1988年と3回も経験しています。さらに現代においても南沙諸島の領有権をめぐって対立しており、たびたび反中デモも起こっているんです。ハノイの鉄道工事が順調であれば反中感情が収まるきっかけになったかもしれませんが、ここまで事故続きではベトナムの人々の目が厳しくなるのも当然ですよね。中国は一帯一路政策の中で近隣国への影響力をどんどん強めていますが、ベトナムから日本と同じくらい信頼されるためには長い時間がかかりそうです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。